ever falling out of love. We hide and play dumb or change the station to push turns into shove. We get so clever. はい、こんにちは、ゆうたです。今日は、僕の休日に欠かせないアイテムというものを紹介していきたいと思います。僕は普段ね、グラフィックデザイナーの仕事をしながら、記憶的散策の、メディア運営を、してるんですけど、あまりねちょっと休日という休日が最近ないんであれなんですけど、今回は僕のそんなお気に入りのアイテムたちを紹介していきたいと思います。僕は基本的に、ミニマルな格好が好きで、基本もこういう休日ポーチとか、何か前から下げるやつ忘れちゃった、とかで移動することが多いですっていう感じで、まずこのバッグから。このバッグは町田のどこだっけな、ジャーナルスタンダードか、なんかめちゃくちゃ暇でやることがない時に、なんか町田なんもないなって思いながら見てたら、なんかめちゃくちゃ可愛いバッグあると思って買ったものなんですよ。これね確か2000円ぐらいでなんか買って、で結構僕銀、なんかシルバーとかちょっと奇抜な色の小物を使うのが結構僕好きで、割とね服装がすごい色味が質素というか、白とか黒とか、そういったものが多いんで、ちょっとアイテムは割と派手なものを使おうかなっていうので、結構このバッグよくお気に入りでつけてますね。であとは、今このアイテム、これもシルバーなんですけど、バッグの日はここに、いつも下げてるキーリングとかをこうやってつけて全部ここにまとめるような感じで使ってます。そしたら何を紹介しようかな。まずじゃあ最初に僕が持ち歩いてるものを紹介するのはこちら、 DJI のオスモポケット。これは仕事柄というか、最近 YouTube のサブコンテンツみたいな感じで、結構こう日常 Vlog をちょっと撮ろうかなっていうので最近持ち始めたものなんですけど、コンパクトじゃないですか、すごい。でこれカメラの時代ってすごいなと思うんですけど、見ての通りめちゃくちゃちっちゃい超小型カメラ、クイック起動もできちゃう、そんなこのカメラを普段は持ち歩いています。これは本当に動画がすごい綺麗に撮れるんでおすすめです。ただ続いては名刺オアカードケース、これは僕の名刺とか、あと僕結構クレジットカードとかたくさん持ってるんで、そういうものをこっちに入れて管理してます。だからこっちはねメインで使うカードをこっちに入れてて、こっちにサブのカードとか名刺を入れてるっていう使い分け方をしてるんですけど、これは京都の京セラ美術館にあるギャラリーショップで買って、なんか紙でできてるめちゃくちゃ可愛いね財布じゃない、名刺入れカードケースで2000円ぐらいで購入できてね、すごい可愛いんですよね。これ財布もともと小銭入れも持ってたんですけど、小銭入れはね使いすぎて破けちゃいました。今はここについてるんですけど、よいしょ。続いて紹介するのはこちらの大事なものたちこれはリュックに今こうやってつけてたんですけど、よいしょ、マイクに当たんないかな、大丈夫か。こういう感じで、普段は何も持ち物がないときはこういう感じでつけてます。でね、これ無地ホテルでもらったお守りとか、あとここに僕のさっき紹介した財布、これはね OCRL っていう一世三宅のパタンナーの人が独立して確かやったブランドのもので、すごいリフレクターが可愛くて使ってます。でね、最近これをゲットしたんですよ。でこれね何かっていうと、スピーカーなんですよ。これだからスピーカーがこのサイズってやばくないですか。これ僕たち商品提供みたいな感じでこれ、もらったものなんですけど、可愛くてこれを今ねどこにつけようかなって
本当はね、ここに本当はここのアクセサリー系にここのどっかに今つけたいなって思って試行錯誤してるんですけど、ちょっとかっこよくつかなくて今このまま独立した感じになってます。まあ、でもこのスピーカーも音がこのサイズなのに結構大音量で出て、すごいね、本当に繊細なとこまでデザインが可愛くて、これ今どこにつけようかなって迷ってるとこです。iPhone のカメラでございます。まあ、iPhone はね、まあ、僕結構あのインスタグラム、記憶的散策のインスタグラムの写真とかはこうふっとねこう立ち寄った時とかに iPhone で最近撮ることが多くて、iPhone 12 Pro に今買い替えたんですけど、まあ、これを使ってやっぱ写真を撮ることが多いので、これは欠かせないですね。あと Netflix、僕の大好きな Netflix、 これもだいたい僕映画最近は移動時間に結構見ることが多くて、まあ Netflix も必要不可欠かな。僕はちなみに最近ハマってたのは100ダーク、あと何かあったかな、あ、まあ、結構何でも見るんですけど、僕その2つはねすごいおすすめなんで、 Netflix 加入してる方はぜひ見てみてほしいなと思います。よし、じゃあ最後に僕が休日に欠かせないと思って紹介するのはファッション。これは欠かせないっすね。もう僕結構いつだろう、高校生ぐらいから洋服すごい好きで、まあいろいろこだわりがあって使ってるんですけど、なんだろう、特定のブランドの、まあ、例えば一世三宅とか、あと何着るかな、最近だとズッカ、ドゥルカマラ、あとスティーブン・アランだっけ、名前忘れちゃった、まあ、とか結構こう特定のブランドを好みながらもなんか出会いもちょっと大切にしたりしてるんですけど、この帽子とかは沖縄に撮影で1週間行った時に沖縄のセレクトショップで買ったもので、これね、つか沖縄にまずセレクトショップあるんだっていうことに僕びっくりしたんですけど、これハンチングで、すごいね、あの店主さんとかオーナーさんがすごい優しい人で、なんか買いたいなと思って、まあ、本当にちょうどハンチング探してて運命的な出会いをしたのでこれは買いました。あとは T シャツか、今日はね T シャツ、これ白 T、プロクラブっていうところの T シャツを着てるんですけど、なんか T シャツは結構白 T とかよく特定のブランドしか着ないみたいな人もいると思うんですけど、僕は結構いろんなブランドを着るタイプで、プロクラブだとここのリブね、この首元のリブが割と特徴的なんですけど、あの肩だけで言ったら、プリントスター、もうめちゃくちゃ安い白 T があるんですけど、いくらだっけな、600円とか700円ぐらいで売ってる白 T があって、結構その白 T はあの着丈とか袖の感じとかサイズ感、身幅とかそういうものが一番ジャストなのはプリントスターで、まあそれだけ着ててもつまんないから白 T も割といろんなものを僕は着てます。今日はプロクラブっていうだけでした。あとパンツはね、ちょっともう今日見えないんですけど、ズッカの2019AW かな、 AW の、切り替えパンツを履いてます。パンツも結構いろいろこだわってることが多いかな。あとね、時計もこれこだわりがあって、ナイジェル・ケーボンとタイメックスっていう、ちょっと正直僕ごめんなさい、ブランドをちょっと知らないんですけど、まあ、この時計、これね、サッカーのレフェリーウォッチをコンセプトにした時計なんですけど、可愛くないですか、どう見てもどう考えても可愛い時計で、これサッカー の45分を、まあ、このコンセプトにした、モチーフにした時計で、もう色味といい、このコンセプトといい、結構僕は抜群にタイプで、彼女にプレゼントをしてもらいました。これはいつから使ってるかな、ちょうど去年の誕生日にもらったのか、去年の誕生日にもらって、最初はね大切な時にしかつけたくないなと思ってあんま使ってなかったんですけど、なんか大切な時ってそんなにないんですよね大切な日ってそんなにないから、なんかもったいないなって、もっとつけたいなと思ってから、だいたい毎日こいつは一緒に
つけて出かけてますね。はい、ということで僕の休日に欠かせないアイテムたちを紹介させていただきました。結構ねミニマルな格好で出かけるのは好きなんですけど、まあ、物にこだわりがあったりとか、なんか詰めるだけ詰めていくみたいな感じが多いかな。まあ、色味見てもあんまり派手なものを持ち歩くことはやっぱ少ないのかなと思います。はい、という感じで、まあ、僕からは記憶的散策をまずたくさん見てほしいですね。まあホテルのホテル暮らしの Vlog とか、まあ、日常 Vlog 最近ちょっと撮り始めたんですけど、それ日常 Vlog とか、あと記憶的ルームとかこの持ち物動画とかね、たくさん記憶的散策の中でいろいろコンテンツが上がり始めたと思うので、そちらも皆さんチェックしてみていただければと思います。という感じで今回は僕の休日に欠かせないアイテムを紹介させていただきました。じゃあねー。